ととは18世紀英国でジョンウェスレイによって起こされたキリスト教の信仰覚醒運動の中核をなす主張であるメソジズムに生きた人々およびその運動から発展したプロテスタント教会教派に属する人々を指す日本では B 教会とも言われていた18世紀にはメソジズムはしばしば漠然とあらゆる種類の福音派を指したが ウェスレーの運動が独立した教派として組織されてからは、この名称はこの教会及び、そこから分かれた他の教会のメンバーに限定されている。特徴としては、日課を区切った規則正しい生活方法を推奨した。メソジストという名称は、メソッドを重んじることから、基調面やとあだ名されたことに始まった。規則正しい生活が実践できているかどうか。 互いに報告し合う少人数の組み会、また進行のレベル別のバンドミーティングを重視した。このため軍隊や学校と相性が良く、ミッションスクールや病院の建設、近民救済などの社会福祉にも熱心である。当時は教育の機会に恵まれない子供に一般教育を与える日曜学校や当時の流行家に歌詞をつけ、交互による平易な賛美歌を普及させたのも、 メソジスト教徒が中心であった。外して上流階級よりも中華層階級あるいは軍人への普及に力を入れた。メソジスト運動の原動力となったのは、確証の教理で、この信仰の確証はメソジスト運動を特徴づけるものとなった。当時の形外化したイングランド国境界からすれば、メソジストのこの精霊の証の強調は、 共振主義とも思えたので、彼らはメソジスト運動を他の理由と相まって妨害しようとした。教会自体に軍隊組織を採用した救世軍や清潔を強調するホーリーネス運動、精霊の働きを強調するペンテコステ派などもこのウェスレアンメソジスト運動の流れである。イングランドメソジスト運動のそもそもの始まりはイングランド国教会の教職であったジョン・ウェスレーが モラビア兄弟団のクリスチャンと接触し、それまでの形式的な信仰から命のあふれる信仰に導かれたことにある。人々は輝いて生きるようになったウェスレイに見せられて指導を求めてきた。ウェスレイは木曜日の夜を定めて、これらの人々との交わりの時、指導の時を持った。これが人数が増し加わるにつれてメソジストソサイティが作られ、その組み替えのために 神と伝道者が建てられ、彼らの巡回によって、大英帝国全体に感化を及ぼしたメソジスト運動へと展開していった。このように実際の運動を支えたのは、神との立場にあって老した説教者たちであった。植民地アメリカでのメソジストの働きも、神とによって始められた。それで18世紀の英国で始まった、信仰覚醒運動から生じたメソジスト系の諸教会は、 もともと神徒運動という性質の強い教会であった。当初は、ジョン・ウェスレーをはじめとする、ごく少数のイングランド国教会の司祭たちによって指導され、聖職者がほとんど参加していなかったため、神徒の説教者を用いたことから、これを認めない、国教会と対立し、激しく迫害された。神学的には、国教会と同じく、 ローマ神学を継いでいるが、上記の神徒による自律的な宗教活動を競技的に支えるため、プロテスタント諸派の中でも得意な精霊論を持つ。イギリスにおけるメソジスト運動は、主に中華層階級の市民や軍人を対象とした大衆運動として展開されながらも、ウェスレイという強烈な個性の存在によって、禁酒禁煙や貴重面な生活様式を要求するなど、 爆発的な新都数に結びつくには、ほど遠い、厳格なピューリタン的な要素を含んだ運動であった。ウェールズ・ウェールズでは、ジョージ・ホイット・フィールドらのカルバン主義メソジストが広がり、ウェールズ・メソジスト・リバイバルが起こった。メソジスト運動は、本国・英国では、さほどの勢力にはならなかったが、アイルランド、アメリカ、ドイツなどに早くから布教し、メソジスト教団は、現在アメリカでは、 信徒数が2番目に多いプロテスタント教団である。ちなみに、一番多いのはバプティスト教会である。信条としてはルター派に近く、クいアラによる救済を強調する。カルバンの説いた予定説的な考え方は取らない。これゆえ、ヨーロッパ大陸におけるプロテスタントの2大潮流であるルター派と改革派教会は、イングランドと米国ではメソジスト派と長老派にほぼ重なる。 プロテスタント諸教派の系統外略これが新大陸、アメリカに宣教され、まだ開拓時代の西部へと急速に広がっていく、過程において、その性質をかなり変貌させていく。教派の通称にもなっていたメソッドは二の次にされ、ウェスレーの説いた教義のある部分と、大衆運動という側面が強調されていった。すなわち、救いは、罪の自覚とともに、 すでにあるものとして体験されるというスピリチュアルな喜びとその喜びに基づいてこの現世において神の国を実現しようという強烈な社会変革意欲であった。こうして開拓時代のアメリカで宣教に当たった説教者たちの多くは専門教育こそ十分に受けてはいないが熱烈な信仰心を持ち社会事業へのバイタリティにあふれた人たちであった。 1828年、米国メソジスト監督協会より、協会政治の意見の相違により、メソジストプロテスタントが分離独立した。1843年奴隷問題をめぐって、ウェスレアンメソジスト協会が分裂した。ウェスレアンメソジスト協会は、その後、他の協会と合同し、現在はウェスレアン協会となっている。米国の南北戦争では、 教会自体も南北に分かれて戦った。メソジスト監督協会は1854年南北に分裂し、北部にはメソジスト監督協会、南部には南メソジスト監督協会が組織された。1939年再合同し、1968年イーバンジェリックル・ユナイテッド・ブレズレントも合同し、現在の合同メソジスト協会となった。 ジョージ・ W ・ブッシュ元大統領夫妻が熱心な信者である。また、1860年、アメリカ北メソジスト監督協会からアメリカ自由メソジスト協会が分離した。大手町にあった、明治20年頃の静岡メソジスト協会日本では、カナダ、北米協会による選挙から、青山学院、南メソジスト監督協会による選挙から、関西学院が生じた。 日本メソジスト教会は、日本キリスト教団設立と同時に、これに参加した。他には、日本自由メソジスト教団、日本フリーメソジスト教団、東京フリーメソジスト教会などが存在する。これらは、米国系のエスレアンメソジストである。1873年、米国メソジスト監督協会が、宣教師を派遣し、横浜、東京、長崎、 箱館を伝道の拠点とした。本田洋一が広前でメソジストに改修し、やがてホンダを中心として1884年に本年会を組織した。神戸を中心として西日本に伝道していたアメリカ南メソジスト監督協会と静岡を中心に伝道していたカナダメソジスト協会が1907年に合動して日本メソジスト協会が誕生した。 1881年に、米国メソジストプロテスタント教会本部が、日本における教育及び、伝道事業を開始した。その結果、横浜英和女学校と名古屋英和学校、それから横浜第一、第二、第三美広司教会、その後平塚、茅ヶ崎、伊勢原に街道を建設した。横浜に続き、名古屋に伝道事業を開始し、1897年、 名古屋第一協会、第二、第三、続いて、静岡、浜松と東海道沿いに電動事業が進められた。その後日本美、広市協会になり、1939年管理が、米国本部より、法人に引き継がれた。1895年アメリカ自由メソジスト協会が、柿原正次を、日本自由メソジスト協会日本書代監督に、任命して、日本に派遣した。 続いて、1896年、河辺定吉がアメリカ自由メソジストから日本伝道の責任者に任命されて日本に派遣された。河辺定吉らが淡路島で伝道活動を始めた。8年間淡路島で伝道活動をして大阪や兵庫でも活動した。1903年アメリカ自由メソジスト教会は最初の宣教師として町夫妻 ヤングレン夫妻を日本に派遣した。1908年電動車の育成のために大阪電動館を設立した。1940年自由メソジスト教会、日本ナザレン教会、日本同盟、キリスト教会、世界宣教団が日本聖火、キリスト教団を結成する。総理に土山哲次が就任した。 1941年日本キリスト教団の成立に伴い、日本聖家、キリスト教団が第8部に日本メソジスト教会と日本美、広子教会が第2部になる。戦後8部の構成団体は日本キリスト教団を離脱したが、第2部の多くは日本キリスト教団に止まっている。戦後に日本自由メソジスト教団が、 日本キリスト教団から独立し、1970年以降の、いわゆる、教団問題により1984年そこから、日本フリーメソジスト教団が分離する。また、戦後来日した北米自由メソジスト、教会引退教師の伝道により、東京フリーメソジスト教会が誕生した。また、本田陽一によって改修し、メソジスト教会の伝道師になった、中田重春によって、 ホーリネス運動が起こり、その結果、ホーリネス派の諸教会が誕生した。日本ホーリネス教会の教職であったツタデン・リユーを中心にして生まれたリバイバルリーグと呼ばれる超教派運動は、18世紀のメソジスト運動を日本において再現しようとするものであったが、1943年に始まった軍閥政府の教会弾圧によって中断を余儀なくされた。 1945年に創設されたイムマヌエル総合伝道団は、その流れを継承する教派の一つで、神学的にはメソジストの系列にある。また、英国メソジストから生まれた旧政軍がライト大佐によって1895年から日本で始まった。日本での働きが開始されて間もなく、山室軍兵が入隊し、後に日本人最初の士官として任命された。 日本旧政軍の自立を成長のために貢献した。日本では災害の義援金募金活動、出国人保護事業などの社会事業を行った。指導者が精霊に満たされて語る言葉は神の言葉とされているので、精霊に満たされて書かれた聖書は神の言葉である。メソジスト派のミッションスクールとしては、日本では青山学院大学、関西学院大学が著名であり、 同じく東アジアの韓国にある名門女子大学の理科女子大学校もメソジスト派宣教師によって設立されている。本国の米国においてはリトルスリーと評されるリベラルアーツカレッジの名門ウェズツリアン大学や総合大学としては南メソジスト大学、アメリカン大学等が著名校であり、ボストン大学もメソジスト派の牧師によって設立されている。ありがとうございます。